糊もインクも使わず多色刷りができるポピュラーなカラーハンガー、アーテックのタックカラー紙ハンガー8色セットを使って作った年賀ハンガーの例です。オーソドックスな黄色と黒のしましまの虎は丸い形を組み合わせて作っています。背景はピンクの絵の具で、花の下の白い部分は白い丸シールで、後の白いところはクレヨンを使って描き、インクが映らないようにしています。とてもお行儀よく収まりよくできたので、リモートでおめでとうという題名にしてみました。こちらも黄色と黒を使った虎ですが、参考にした虎の写真は目の縁が黒く目玉が青かったので、それを真似てみました。2022の一番最後を黄色と黒にして尻尾のイメージで作っています。片手を上げて呼びかけているような感じにできたので、やあ元気かいという題名にしてみました。こちらは黒いカラータックを使ってブラックタイガーにしてみました。ヒゲや模様の白い線はクレヨンで、牙は白いシールを使っています。2022は黒のカラータックに貼って縁取りをつけて切り取りました。ぐっと引き締まった感じの色にできたので、締まっていこうぜという題名にしてみました。今度は横向きです。背景は水色と濃い青を使い、一番最後に赤と黄色を細かく切ったものを貼っています。猫の仲間なのに猫背でなく背筋を伸ばしたように作ってしまいました。伸びやかな感じに見えるので、自分らしく伸び伸びとという題名にしました。こちらも横向きです。背景は白いままにして、一番上の端だけ赤いタックカラーを貼りました。尻尾で2022と書いています。並んでいる様子がとても仲良く見えるので、今年も仲良しという題名にしました。みんなの作品が出来上がったら、お正月らしく華やかに飾りましょう。